でですね、はい、ライブ配信前のいつも通りのチェックをいたします。あとはね、マイクのは OK で、ビデオは OK で、おはようございます。ゲーム起動したと、僕の醜い顔ですね。で、大丈夫そうだね。はい、ですそうだけど、はい、大丈夫ですね。はい、まずは皆さん、おはようございます。本日のライブ配信へようこそ、ミケタンです。なんてですね、昨日で見た通りに、ライブアーカイブ、オーバーウォッチアーカイブイベントがありました。で、これからもいつもそうやってるし、アーカイブですね、そのレジェンダリーのアイテムを取得するためにやりますんですけど、そのプライズもあるので、それも取得します。だってですね、そうですね、今日はね、別に何も報告をしないといけないものがないんですけど、僕は元気で健康なんですけど、ちょっと最近はね、調子悪くて、あんまり時々よくストリームができなくて、なんと言えばいいかな。でもね、今どんどん良くなってて、ちょっとちゃんと検査もしないといけないから、でもね、健康大事とということですね。まずですね、それにつき、いろいろなんですけど、ライブ配信時間表、時刻表も変わるかもしれない。まだの 100% ならないんですけど、いつかはどうなるか、僕の健康に対してもちょっと大事にしているから、絶対に調子悪くなってはいけないんです。あとですね、これからもう終わってるんですけど、これからゲームに切り替えるから少々お待ちくださいね。切り替えしましたですね。これから始まりましょう。考えずにやっている。始まりましょう。だってですね、先日のストリームではこういう状況になって、これからこのままやってみようかと思って。じゃあどうしようかな。これはレトロビューション。OK。プレイヤーの近くにいる敵にのみダメージを与えられる。繰り返る。両手のみでダメージを与える。これはやってみようかな。皆さんどうですかね、今日はね、木曜日なんですけど、どうですか。今日は何ていうかな、用事がありますか。状況でも良くないと思うんですけど、でも大丈夫だと思います。皆さんの健康も のことを祈っております。今
いつまでかな。なんて言った？はい、あーさっぱり。おおロドクだ。コンフィストもいたんだ。ベネシアだ。さーて、ウィドウメーカー現地なんだけど、あ、でもストールと関係かな。さあリーパーだ。出るかな。じゃあロードホーグ全員にあった。みんなまだ決めてないの？ファントムさん、ファントムさん聞こえる？おーい。立派だね。おーい。聞こえる？寝てるかな。やっと決めた。まあ、ついに。グラフィック。ヨーグルトね。ありがとう。敵を。敵が来るぞ。どうしよう。フレームがダメだなんだね。適応か。どうしようか。あれ、硬いみたいだね。なんかね、あのちょっと強い、あのアーマーも強いよね。なんだろうね。次に行こう。一人やられたぞ。ああこれはね、やった。
な。感覚、感覚が悪、悪いかも。負けそう。スナイパーだ、それ、上その死ねって、なんかね、そんなに効果的じゃないよね。もしかしてあのハードレベルかな。かも、そうかも。確かにね、そんなに簡単、そんなに簡単じゃないことをわかるんだけどさ、なんかね、最も強いレベルを選んだかな。次に、じゃあ、これはね、結構デスメッチが。なんかな、レベルが高まったら、敵はもっと強い。まあ、いや、それだと言ったら、多分ね、ダメージ、与えるダメージが、低くなる。なので、こういう状態になる。こちらもいぞ。諸軍の任務はキングスロードの解放だ。はい、そうじゃ。敵が死亡時にマグマを湧き上がらす。マグマ投げるってこと？どういうこと？みんな、もういい、選んで。もう早く始まるといいね。
セクターはキングスローに3台の対空砲を設置している。破壊しなければペイロードを展開できる。じゃあマックリー、モイラ、オリサ、僕、ああそういうことね。キング何やらんといかん。おもろいね。ドローンを展開しハッキングを開始しよう。ルセクターがそちらの位置に接近中。じゃあね、一番いい選択だと思う。武器もいいし、武器というのはもちろんエイキーかな。ああ誰が俺を蘇生してる。助けてみんな、おーい、そっちだよ。ありがとう、アリサ。はい。開始。大きなやつをもう来るかも。カミカツみたいなやつ。はい、つは栄養だ。栄養。はい、よし。ああ。すぐ行け。3台。アーク開始だ。そちらの位置にルミセクターの対応が向かっている。こんにちは。ああ、また。早くさっさと。ああ、まあ、また。3台目それ。
かった。トラップシップ時計塔に接近中。収穫収穫。今度はね、ペイロード。ペイロード、オンライン、指導シークエンス開始。チャージが完了するまで進む。ああ。スライサー接近中。どうだろう。ペイロードに近寄らせるな。レーザーで破壊される。ドッグコンビニクイーノだ。あっ俺さこっちに設置してシールド、そっちに座ったら無駄だよ。バリアね、バリアシールド。治療が必要です。30パス。マジで。それあの一番高いモードだね。ゆっくりしたかったのに。またただメージ僕だね。まあしょうがないよな。でもねさ、なんでみんなさん、もちろん、本当にチャレンジしたかったあのことなら、わかるけど、もうなんでそんな、できないのに、こんな、一番高い、ディフィカルティを選ぶの、なんかよくわかんない。でも、まあ、ルーシオのやつをもうもらった。だから、1000ヒーロー、ノーマル。OK。
じゃあ、早く見つかるといいね。じゃあ、だから。あ、皆さんのこの解剖はどうですか？好きですか？いろいろなモードややり方があるんですけど、どちらが好きですか？僕はね、タロンに対するミッションが好き。僕はね、コープだとそういうミッションが好き。ベネシアでのミッションですね。だから、本当に好きで、めっちゃ、ね、いい感じだから、本当に、毎回でもやりたいと思う。まあ、でもまだ僕はね、ディフィカルトのはハードなら、まだできないと。なもんで、もっと練習しないといけない。まあ、でもそれまで、時まで、一番ゆっくりやることがいい。だから、ディバだから、じゃあライナットだ。みんな来るよ。ノーマノーだな。いいな。まあでもね、何のモードをやっていても。ダイナットがいることが必要なんですね。だから一番大切なものね。おお、テーラン。頑張れ。扉はもう少し時間がかかる。やるぜ。敵部隊接近中。おお、早いね。辛かったよな。ねえ、タロンさん。タロンの軍人さん。軍人さん、どう思う？今、スナイパーもいる。アルチメトがね、土に
いる、あの、ある。なのであのエアボーンにならない。次はドロップシップだね。あ、スナイパー。あれはなんかね、ソンブラみたいなやつかな。なんかね、似てるそう。あ、やすゆきさんおはよう。本日もお帰り、あのライブ配信ね。あれ？そこにいるじゃん。何してんの？グリッチじゃん。あ、やっとね。何してんの？僕は無敵だ、僕たち。あ、でも嘘、今のこれは安いのモードだね。いやー、やっぱり。写真。アサシンを排除。アサシン倒した。はい、3116ポイントね。どうしよう。ドロップシップの接近中。どこ？あ。最後だね、僕チャートで採点的には最後。最後のね、
おお、はい。頑張ってくれ。1名様です。1名様ですね。他にないって。ああ、まあいいや。いいや。使えないもん。まあいいか。じゃあ僕は何しに来たの。あ、ボス？もうボスある。ボスに対して使えないの、チャージ。ちょっとグリーチした。やだ落ちた。やっぱり落ちたよ。どうしよう。なるほどね。まあ、待ってる間、ラスメチ。身を捨てても、妙理は捨てず。妙理は捨てずだね。その途端に消えた。ドンピスト。リードを奪いました。僕だけ、僕とソンガだけ。アッシュ使ってみようか。どうなるかな今度は。
立てるかな。敵がこっちに向かってる。自分に対してもあのダメージ与えるダイナマイト、まあそれはね突然だ、当然消えた全員。はい。扉はもう少し時間がかかる。はい、次次次、みんな来て、こっちに来て。スペシャルに与えたダメージが、まあ、まあまあだね。まあ、もう少ししたらボブあの変える僕を脱出経路を確保急ごう。コマンダーレイエス迎えに来たぞ。ああそうなの、回収地点に向かう。じゃあこっちに来て。早くギャラリーを目指せ。そこで会おう。そこで会おう。そんな簡単じゃねえよ。ありがとうなボブ、優しいな、こんな大きなロボットで。あでもね、あのすごく痛いよね、あのアッシュの武器。またね、あの頭にあのエイムしたら、あのこんな感じですね。次これはね、アシャシン。動き方、本当に好きだ。
かっこいい、かっこいいよね、そのキャラ。助けて。ありがとうな、僕。助かる。最後のアッシュのことは多分メイとして使おうか。なんかね、すごいよな、アッシュも。速いよね、武器。アシャシズは KO だ。これはどうか、少し長い。そうですね、たくさんの、 プロジェクタイルを使ったら、最後まで使ったら、リロード時間が少しでも長い。それはそう、もちろん。まあ、でもね、こうやってしたら、もっと早いんだけど、これをやって、こうやってね。これやってしたらもっと長いんでしょ。これはこれ、こんな感じですね。まあでもね、アッシュが早いなもんで。ハッシュの手、スナイパーよ。はい、敵のスナイパーを排除。いいよ。今は誰？あれまだ終わってないよ。まっすぐ、まっすぐ後ろ。おお、ああ、かわいそう。おい、大丈夫？大丈夫？倒した？倒られた？もちろん頑張るよ、ここは。多分、本当の悪いもの来る。ボブ、そっちじゃないよ。あ、そう。
ああ、よかった。ヘビアサウルト。はい、こっち、こっち。ここに。来たあ。ドロップシップが来た。そろそろ追い込ましようじゃないか。もうここにいる理由はない。はい、さよなら。さよならよ。さよなら。すいません。もう中の入っちゃったから、うん、失礼でした。すいません。うん、まあいいじゃん。こっちに、真ん中のにいたもんで、に、なんか買ったかな。うん、またもう一回、もう一回かな。どうしようのはノンストーリーってこのライジング、これやってみようか。うん、これ、おお、これは何？初めて見た、見てる。ありがとうだね。それ。タロンの社長さんはお肉？トレーサー、報告を。目標死にしました。ようやくマクシミリアンを掴んだの。絶対に捕まえて。キャラはやっとオーバーウォッチ2にも使える、使える、そこだけね。それ今のオーバーウォッチは使えることができない、ヒーローとして。ゲストも連れて行くと伝えておく。おお、かっこいい。こんにちは。おお、かわいそう。逃げられちゃう。ここで見失ったらおしまいよ。私が後を追うわ。マシー、いけ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 。見たことないけど、この動画。わかりました。いい、マクシミリアンは生かしたまま来ない。タロンの情報を聞き出すの。うわー、強い。私は心配ありませんよ。ゲンジゲンジゲンジ、やった。
かっこいいけど、ウィンさんはそうだね、かわいいよね。いません。車もないし、まだ近くにいるよ。油断は禁物よ。嵐はすぐそこまで来てるし、マクシミリアも頭が切れる。あと、あまり町のものは壊さないでくれない？頑張るね。頑張るよね。源氏、いやー、なんでウィンストン使ってしまう。いやーだー、こちらそちら。なんでウィンストン。マクシミリアの位置情報を抽出してる。間もなく出せるわ。いや、ウィンストンのがね、キャプテン、みんな行こう。嫌いわけじゃないけど、まだこうミストはね、あまり使ったことないだけで。マクシミリアの位置を特定したわ。ロンラムボティコ上流所にいる。以外は最小限に留めてよね。マッチョだけで今日は徹夜確実よ。ご主人様です。敵が接近中。次のゲームで源氏を使うよ。使いに行く。ソジョン、マックスの剣を予想よりもだいぶ厳しくない？新たなブームフィストが現れてからタロンとのつながりがより太くなったようなの。何が関係しているに違いないわ。バリア起動。ミスト、落ち着いて。キャプテン、上流所だよ。落ち着いて。敵を一掃してマクシミリアンを探して。今扉を開けているわ。気を抜かないで。備えあれば憂いなしってね。その息よ。あ、そんなに悪くないけどね。はい、僕のシールド。はい。みんな手を貸して。ああ写真はまだまだ。応じる可能性が。はい。それってつまり口を割るということか。次次次。これぞチーム。次はどうかな。
はい、楽しい楽しい。あ、もう終わっちゃったんだけど、ワンチメイトって。はい、現人を任せ。あんた、あんたは誰ね。ウィドウメーカー。そうでしょ。シミリオンを逃がしたらどうなるんでしょう。組織全体の配置換えをするって言われてるよね。最近モリソンとレイエスの人のことで衝突してるわ。ストライクチーム。いつ、いつ、いつ動けるの、こっちから。オーリクルータロン、あ、タロン、はい、あ、そうだな。生き延びよう。ああ、やったね。よかった、あのシールドが使えるから。はい、今動けるかな、これ。今ね、エンジン、エンジン起動、エンジンスタート。見つかるもんだね。じゃあ、それで。ああ、嵐がある。ダメージ出力どうか。あ、そっちはね。来るよ、相変わらずね。はい、ありがとうな。はい、もう少ししたら着くよ。アルチメットはね、ちょっとそのたくさん敵がいる場合使う場合なら使うよ。はい、お、強い敵が、写真が。
まあ、どこ？ああ、もったいない。はい、さよなら。ああ、これはね、サイト。タロン兵などなぎ倒してくれる。のエクストラクションポイント。どうした？なるほど、やらなきゃ。OK。ありがとう、ゲンジ。苦手だな、敵。次。ああ、やっとね。今、めっちゃ通ってるから。はい。バッサイクから。でもまた、何言うの？なんかね、たくさんいそう。あの敵、おお、やっと。どこに逃げんの？逃げちゃダメだ。どこ行くの、マックス？あ、マックス？あ、マックスだね。大げさな人たちだ。何が欲しい？言ってみなさい。交渉をしに来たんじゃありません。あなたをマネーがいらない。あなたたちの考えは分かってるんですよ。私たちか。果たして本当に理解しているのかな？おかげさまで私も人脈には多少の自信があってね。さあ、望みを言ってみたまえ。合わせなさい。おお、して誰と会いたいのかな？おもらい。友よ。志を持つ者は時として世間より疎まれる。同胞のために立ち上がり、突き進む強さ、実に結構だが。あ、そうだね。向かう先は破滅。しかしタロンとは別、その限りではない。誰？面白い。知らない。あるよ。やったね。おお、ヒーローはね、僕だね。いや、2位と4位で。いいじゃん。好きにやってみるんだけど、でもクレートはどこ？どっかな？違う。ストーリーの全ヒーロー。これはやってみようか。
多分ね、ハードレベルで手に入れるかな、クレットって。そうかな。これもう見なかったかな。いや、ないです。施設が襲撃された。正規部隊は規則に縛られ手を出すことができない。リアルトだね。だがベネチアか。ブラックウォッチを縛るものはない。あ、ブラックウォッチはね、リーパーとバックリン。黒幕の正体は分かっていた。そして厳重に警備されていることも。奴を生け捕りにし法の裁きを受けてもらう。源氏、おお、かっこいい。そこに単純な任務のはずだったんだが。本当にかっこいい。これはこれは、コマンダーレイエス一体何事ですかな。オーバーウォッチが罪もない一般市民を誘拐するのかね。仮に取り押さえたとしてもすぐに釈放されるのは目に見えている。虚しいかな。これ以上は時間の無駄でしかない。ああ、リーパーだね。そうだな。レイエス、何も。なんてこと、勝手なことをしやがって。計画は変更だ。おお、源氏。おお、この源氏がのかっこいい。めっちゃスキンを得たい。モイラ、選択して。ああ、待ってよっか。なってるしかないよね。みんながなんでそんなにしつこくて、そういうアタックのヒーローを選択しかない。選択したいという意思ね。俺たちを閉じ込めるつもりのようだな。正面の扉を破壊するしかない。敵が来る前にさっさとここから脱出するぞ。源氏、誰のブリーチング開始。時間がかかりそうだ。今のところ順調にいっているようだな。計画通りにやればこんなことにならなかった。何してんの。またここから脱出し、街の中を通って回収ポイントを取る。まだ終わってないよね。その後はお迎えが来ることを祈って待つだけだ。なるほどね。
運任せの計画だな。天井から降りてくる。あー、来た来た、やっと。問題なし。あ、ウィーパーはね、22キルだね。でもね、僕はね、受けたダメージが僕だ。奪い取る。エリアを制圧する。はい、一応クリア。全員扉に向かえ。だね。脱出するぞ。助けを呼んだのは。行こう行こう行こう。キャラに向かってくれ。そこで回避する。いいだな。移動するぞ。あー、もったいない。おお。スナイパー？身を隠せ。あそこだ。攻撃手を排除。近かったよな。大冠のようだ。ああ、ある意味防衛に思わないとな。アロンはオナスのために全部隊を動員するつもりか。蜂の巣をつつく真似するからだ。くるーくるよ。街中に存在が知られた。とにかく生きてここから出るんだ。ならば次回はもう少し控えめな行動をとっていただきたい。じゃあ今度はアッシャシンだ。近づき過ぎるなよ。何それ。よっぽど怒らせたようだな。いけー、やっとやっとできた。おー、たくさんダメージなんだけどね。はい。おお、早っ。写真？あー、僕に。駅は空いてるだろ。申し訳ありませんが、予約されたお客様しかご案内できません。あー、そうなの？回収地点に着いた。どこにいる？安全を確保できていない。もう少し待ってくれ。
これ以上時間がかかるようなら帰ってもいいぞ。おい、なんてこと言いやがる。真に受けるなよ。全部あんたのせいだぞ、コマンド。計画通りにアントニオを拉致するだけでよかったんだ。なんでこんなことに。なんでこんなことってな。なんで。なんでって。敵が俺たちの場所に集まってる限り効果はできないだろう。驚いた。マクリーがまともな意見を言うとは。おお、調子によるお話だね。あ、いや、大丈夫？もう終わりそう。ごめんね、みんな。ちょっとね。ああ、やっとアーカイブトレジャーボックス。ターゲットは死亡。よかった。まあ、自業自得とも言えるだろう。ただ、どうも納得できない。こんなチームが時代は悪化する一方だ。ブラックウォッチの存在が公になり、オバウォッチはタロンは攻勢を増やしていった。結局。これが終わりの始まりだったのかもしれない。新聞だね。よかったよかった。ニュイなんだけどね。あ、ちょっと開けてみようか。開けてみよう。これはね、もう変わるようなもんだよね。ルーシオのスキンとアイコンとスプレー。ちょっとしたので、おお、3つだね。3つ、エコーのスキンとトービオンのビクトリーポーズ、アーカイブの、あ、ファーラかわいいじゃん。これ、バティスト。じゃあ2つ目、パチマリ、すべてのヒーロー、あ、そうだね。ヌルマリ、もうアイコンとソンブラのスプレー、アリサのトリコース、あ、アナ、あ、そうだね。アナのスプレー、じゃあ、最後目、最後。やっぱり、スプレー、リギットのスプレー、
マキシミリアのアイコンこれは何150ポイントシグマのポジションまあまあね、これしかないよね。やってみようか。あ、でもね、習得する前ちょっと時間がかかりそうだね。このスキーのなんか本当に正直現地のアーカイブ関係のスキンを取りたくて、でも時間がかかる。こっち。やばな。ああ、よらは、はいはい、じゃあ、マーシー、やるしかないよね。やっぱり。こちら、訴状。マクシミリアの位置を補足中。もう少し待って。次に。手当てを開始します。マクシミリアンはドンラブボティコ蒸留所にいる。位置をマークするわ。攻撃力上昇。いい判断。やるなら徹底的に。力を上をつけて。そうだね。はい、いけいけライナート、いけいけ。あ、ごめんね、ソルちゃん、今ヒーローするよ。なんかね、その感覚があって、なんかね、人間じゃないかと思って、そういう疑問があって、自分で聞いているんだけど。そこに。支えてあげるよ。失敗しないでね、みんな。強そうだね、こう相手が。
ああ、写真だ。いやあ、僕だ。ああ、やっぱりね。私の治療を担当します。みんな健康だね。できないよね。治療が必要だよ。やったぜ。医者が必要です。爆発物を積んだトラックがあるはずよ。それを使って突入しましょう。なあ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 、行こう行こう。これはね、アーカイブの資金だよね。だと思う。ディポーズ見たそうですね。ディポーズってモデルの。はい。いけいけ、ソロちゃん。大変だと思う。ここに、あ、来て、くる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 。まだいる。まだいる、アサシン。なあ！落ちて、死ぬところだった。びっくりした。ダイナート大丈夫よ、僕がいるから心配しないでね。スナイパーを倒して、気をつけて、スナイパーがいる。スナイパー
ケー。おお、簡単じゃない。止まって。インスタント。おお、おベイビーって。ということね。で、受けたダメージは僕だね。そんなに受けれなかったから。うん、面白い面白いこれ。もう何も。ああ、取った？取ったよな。でもなんで通知がこう来なかったの？チチ。オーレさん。ドンフィスのボイスラインのアーカイブで、資金のトレサの。あ、ウィンストン。うん。ルーシュのは、ミョミョ。ランナーだね。何それ。なんか面白いなんだけど、うん、あでもかっこいい、そのフレームが、うん、あんまり好きじゃないけどね。この方がその2個比べてその方がいい。これ特にこれおもろい。だって次、あっと、じゃあどうしよう。またこれね。うん。これやろっか。精神なる覚悟はリードを奪いました。リードを奪いました。え、だピン語が遅いんだけど244ミリ秒。なんのかな、ネットも電波問題かな。それじゃないけどね。こちらボイス、諸君の任務はキングズロード。ゲンジ鬼のノマド。他はね、おかしいじゃん。この方がいいんだけど、これはね、一番にかっこいいし。3台の対空砲を設置している。破壊しなければペイロードを展開できん。それぞれが持っているドローンを使えば対空砲をハッキングできる。ああ、ラバ
マグマを投げる。気をつけないといけない。調和のオーブ。これはね、後でもの難しくなると思う。だから気をつけないといけない。必ず何すんの？何もやってない？ああ、これ。いやー、落ちた、あそこに。いや、もうよかった、バスティオンちゃんがいる。はい。待って。ああ、あらあらあら。これはね、いかん。みんなハッキングしないといかんから。あ、どうしよう。ペイロードをディフェンスするとき、あの守るね。助けといて。一体どうしたの？手に当たった。助けといて。助けて。急にそれ。できるように頑張りますね。でもね、面白いね。特にあのキンスローブのやつはね、本当に好きじゃん。めっちゃいい。もう一回やろう。ライフが、ああ、これはね、低下、
低下しダメージが、増加する。あ、それはね、やばいよ。バレット、バレットプレス。敵のバリア。これはやろう。これを。身を捨てても妙には捨てず。ご機嫌に。ああ、バスよ、まだ。このキルを盗んだ。アッシュ。今度はね、アッシュ。次、いつまでこうこのままなるかな。本当に誰かいない？誰か。うん。まあ時間はね。まあそちらは。まあ、アメリカだとまだ、まだ、まあ、まだの深夜じゃないけど、でも少ないかもね。この時間、この時間で。ああ、かっこいいよな、シュー。どこにかっこ服だと、本当にあのスタイルがある人、やっと始まる。ヌルセクターはキングスローに3台の大砲を設置して、しなければペイロードを展開できん。それぞれが持っているドローンを使えば対空砲を発揮できる。時計塔があるよ。ペイロードを展開できる。おお、かっこいいじゃん。もうショットガンモードを開いたら。ごめん。考えずに使った。
け。あ、うん、きっと大丈夫だよな。なあ、ボビー。ボビーなんじゃないけど、ボブだ。ボブを呼ぶ。やった。開始。シールド付きのロボットがね、めっちゃいいよね。ボブ。だ。やだ。死にたくない。ちゃんとサポートしてマーシー。おお、大変だ。バチを取った方が良かったけどな。おお、たくさんよね。外に。すごい。ボブボブ。
あ、僕だね、与えたダメージと、時計塔に向かい、ヒーローだね。ペイロードオンライン、指導シークエンス開始。チャージが完了するまで数分。スライサー接近中、ペイロードに近づく。ローザーが破壊されるぞ。ロブ、なんとかしろ。ペイロードが攻撃されている。ロブ、出すことはいけ。それだけ？ああ、2人だ。ライナーと渡すこと言って僕危なかった。ショットガンではなんかね、ちょっと距離をあれを取る、その敵にね。わあ、参ったな。ああ、それはね、バスチョンユニット。ロブ、出すこと言って。わあ、91% だね。うん、あ、できると思う。失敗。まあ、信じられない。失敗や、本当に失敗だ。そうでしょう。このまんまで金と思う。
次に行こう。見つかった見つかった、よかったね。諸軍の任務はキングズロード解放だ。ファラーやってみよう。エメラルドはね、これチタニウムね。うん、裏金ボール。キングスローに3台の対空砲を設置している。破壊しなければペイロードを展開できん。それぞれが持っているドローンを使えば対空砲をハッキングできる。時計塔がある広場にペイロードを投下する。まずは対空砲を無力化する必要がある。ドローンを展開しハッキングを開始しよう。でそちらの位置に接近中。おお、これはね、役に立つな。レッキンボールの前に。そんな急に。キンボールを助けといて。
いやーね、ダメだった。ダメだったね。ラスればいい。こんな良いチームを見つかること、うん、ちょっとね、相手はね、わがままかな。こちらモリス、諸軍の任務はキングズロード解放だ。シグマやろ。もう一回やってみて、まあどうなるか。本当に勝つだといいね。だって毎回負けることから、ジェロンさん、おーい、ヌルセクターはキングスローに3台の対空砲を設置している。破壊しなければペイロードを展開できん。それぞれが持っているドローンを使えば対空砲をハッキングできる。みんなどうした？トロちゃんはそこにいる？ FK かな？人がいてよかった。人がいて。すみません、簡単な応用だ。じゃあ身を隠す場所は少ない、気をつけろ。見よこのバリア。you
よかったね、ルーシオ。よかった。現在地は敵から丸見えだ。全方位を警戒しろ。そうだね。いいじゃん、いいじゃん。やつあと。外でいるよ、あるよ。ああ強いよな。惜しかったな。激しかった。ああ今度は今これから激しな戦いがある。今だから難しくなる。スライサー接近中。ペイロードに近寄らせるな。レーザーで破壊されるぞ。ペイロードが攻撃されている。ペイロードが攻撃されているぞ。ある程度守ることができるけどね。96% だね。大変だね。システムを再起動する。再起動？
だったら急げ。何してんの？頑張れ。ペイロードのチャージが終わるまで応援してくれ。でも今これまでできたら、大丈夫そう。いや全然。頑張れ。大変だった。大変だったね。次にきっと難しい。どんどん。そう、見てよかったね、本当に。ファッションはね、危ないよね、本当に。本当に危ない。ファッション。
だ。やだ。いやー難しい、超難しいんだ。ウィンストンは一番与えたダメージの意図。じゃあ、ハイライト。薄いとで。あ、結構荒くしたよね。結構。ああ、衝撃。赤部はね、これね。ただですね、今の、まあ、この、これはこれが、こんな時間で、突然なんですけど、ライブ配信を終了となります。ですね、ちょっと早くて、起きないといけないので、そんな長くに見ちゃダメなんですけど、なので、まあ、また明日、月曜日、いや、金曜日なもんで、明日ね、だから、明日の、同じ時間の通り、またライブ配信しますので、ぜひ皆さん、見てみてください。本日のライブ配信を見てくださってありがとうございます。本当に嬉しかった。短くても長くても、いて見てみて、見てくれて本当に良かったです。だってですね、まあ、またスケジュールのために、チャンネルを登録して見てみて、その後、またできんかったら、Twitter でも、フォローしてください。ですね、またね。まあ今何もないんですけど、まあ、また明日同じ通りに日本語版のライブ配信をしますので、ぜひ次回のやつでも参加してください。あとですね、これからストリーム配信を終了して、また明日8時半ですね、日本の標準時間で。またね。バイバイ。良い一日を過ごしてください。またね。バイバイ。